薬剤ガノンを封印するには大魔の剣とハイラルの姫が宿すという封印の力、そして各地で掘り出された四神獣の力が不可欠だった。だが大魔の剣の眠るコログの森は魔物の手に落ち、ハイラルの姫であるゼルダの力も未だ目覚める兆しがない。元凶を憂えたハイラル王は急ぎ四神獣の繰り手を揃えるべくゼルダを使者とし、先の活躍で彼女の騎士に抜擢したリンクと共に各部族から選び出した4人の候補者のもとへ向かわせるのだった。得体の知れぬ異物を連れ歩くつもりか。はい、ブルーやロベリーとも話してその方が良いと。今一度言うておく。夢己が使命を忘れるでないぞ。よいな。自分の役割は分かっています。必ず果たします。出た、シーカータワー。おお、なんかいっぱい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 なんか出てきたぞ。今日からですね、第2章に入ります。第2章、この4つあるんですよね。ゲルド、リト、ゴロン、ゾーラ。上から順番に行きましょうか。ゾーラ族の姫、ミファ。行ってみましょう。インパがレベル低いからインパで行こうかな。ちょっとインパメインに。あ、ゼルダの、あ、ゼルダの、ミンクの。あ、飛んでいくの。あ、飛んでいくんや。自分で飛びたいな。ラネール地方。ゾーラの里に暮らすゾーラ族。多種族と比べても非常に長命な。水の民である。他者の傷を癒す力を持つゾーラの王女ミファーはその力を買われ、水の神獣バ・ルッタの繰り手に選び出された。ゼルダは使者としてリンクたちと共にゾーラの里へと赴き、ゾーラの王ドレファンに謁見するが。いただきました。ミファーを神獣の繰り手に。ドレファ。はい、ミファーならばきっと大事をなしてくれるだろうと王も申しておりました。だが神獣を操り薬剤を封ずるという大役には相応の危険が伴う。大魔の騎士も現れず、薬剤への備えはまだ整っておらんと聞いたぞよ。それは娘を危険な戦いに赴かせるわけには。ですがドレファン様、そこをなんとか、そこをなんとか。ご報告が。あ、ダム、ダムがあったよ。あ、ミファ、リンク、また背が伸びたんだ。ミファーさんですよ。でも変わらないね。リンクは喋らないの。この子はガーディアン。かわいい。ミファー様、雷獣さんより現れた魔物の群れが里に迫っています。お父様は？ドレファン様は自ら指揮を取り迎撃に当たっておられます。
その、シド王子はご一緒ではないのですか？シドがいない？こういうやつか、こういうやつかってやるやつだね、シド王子。シドは私たちに任せて、あなたは里のみんなを。ゾーラ族の姫ミファ再起。押して落ちたりしないよ。落ちろ。はい。こいつ爆弾引くのか。逃げろ。なし。なし。あ、しびれてるしびれてる。足短。そうやったら足短いぞ。こっちでいいのかな。はい、はい、爆弾。はい、はい、死ね。はい、見ろ。はい、動いた。はい、どこ行った？またまたまた出てきた。おお、これ何この黄色いの。また出やがった。え、さあどこ行こう。今どこ、こっちでいいか。あ、はい、巣があった。はい、どこでこんなとこ、こんなとこで使うな。怖い。何？マックスだし、ボコブリの暇。はい、いけ。あれ開いてない。戻れ。今なんかいるぞ、いっぱい。爆弾。はい、出ろ。飛んでけ。ブーン。ここなんです。はい、はい、まだか、きれいな。なんか呼んでる。入れ替わろう。肉ばかりが強くなっちゃダメだ。強くなり、はい、勝負ありましたね。さあ続いて。
お、ジルダがなんか魔物キャラ使った。ノコブリの基地、基地つかアジト、ス。宝箱。あれ？宝箱どこ行った？あれ？消えた。開いてたのか。こいつか。さあお覚悟。参ります。どうしたか。倒せない。まだ。おお。の。雷のモリブリンが現れた。どこですか。こっちか。よし、リンク行け。リンクここに行くんだ。行くぞ。どうする。これ、はい、はい、はい、凍った凍った、はい、よし、さあお覚悟、参ります。勝負ありますね。ブルドが始まったぞ。こりゃビリビリと、うわ、ビリビリのなんか武器持ってんのか。リモコンが起爆。ちょっと、どいてください。仕留め、成敗。ほら、ちょっとどこにいるの、真ん中。ちょっとリンク行け、リンク助けに行け。よし、倒した。さあ行く、助けに行け。これ命令して、指示してここに来なさいと。はい、んでゼルダに行く。はい、しまえ。よし、これでいいのか。道路隊長守ったぞ。リンク、ここに行ってきなさい。任せてリンク。ミワは使える、ミワは使えるならインパも。うわ、泳いでる、空中泳いでるよ。滝登り攻撃 ZR。 いた。
おお。初めて使うからよく操作が分からないぞ。おい弱い弱い武器弱いのか。こっち手加減はしない。危なかった。何が起こってんだ。激しいな。やべやべ。これいろんなもんがいるぞ。攻撃できない。強いのか弱いのか。おい、倒せ倒せ。やばいやばいやばい。あ、負けない。なんで倒した。あとはアイスロー。ダメ。やっ。はい。はい。守らなきゃ。一人で倒せるの？よし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 。叱らないで。私の勝ちね。いた。これだ。私がやらなきゃ。負けられない。青森です。いや、ここはこれで負けない。私の勝ちね。よし。暗いからよく見ないな。こっちでいいのか。あれどっち、こっちか。よし、いくぞ。2番攻撃がよく見えない。暗いからなのかな。私の勝ちね。まだ？もうでも倒したんじゃないの？やるぞ。いける。進軍停止。雷獣山に向かう。ビリ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 コウモリ。うわっ、マジライネルやん。ミファーでライネルなんか倒せんのか。リンク見せた方がいいかな。怖い。ライネルはライネルはリンクにしましょう。リンク。はっ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 。は
体力ないぞ。勝てるのか。リンゴジーナ。うん、どこ行った。やば。やばいやばいやばい。インパに帰る、インパに帰る。インパに帰る。インパ。インパに変えたいんだけど。みんなでインパ。かしこまりました。うっ、はっ、し、こばせ、へい。はっ、はっ、はっ。倒す。うっ、はっ、うっ。こうなんだ。ちょっと、しっこを。うっ、はっ、取れない。暑いよ。さあ、お覚悟。とどめだ。参ります。どうした？またライネルが強くなっちゃね。ライネルが強いわ。シード。体力めっちゃあるわ。あれ、シード王子ってね、お兄さんじゃなかったの？一人で戦うなんて。100年前のシド王子か。あ、ミファは兄弟じゃない。本当に心配したんだから。お姉さんか。でもありがとう。あ、ミファは神殿。よく頑張ったね。100年前の神殿シド。ほら、やっぱり。新人アライエル。そんな、ミファ。何？え？これって真珠だ、真珠。ゾウさんの真珠。あら、クリアしたのか。よし。何？旅人の両手剣。両手剣か、初めて取ったな。かかり子の子たち。旅人の槍。古代の拡張パーツ。マックスサダヤにマックスラディッシュに夜光石、ゾーラの兜。あ、これみんなが泳げるのか。こういうの装備できるのかな。あ、
引いてはならんぞよ。ドレファン様。全然キャラいなかったな。完全にリザルフォースだな。いたかな、リザルフォース。俺を来た。お嬢さん、あれ終わってなかった？ジャイロで動かすってことか。うん、おっ、いいよいいよ。おっ、心中操作してる。おおお、目的を設定。どうなんだと、お前は魔物たちを倒す。よし、目つぶせ。こっちだ。こういうの先方もあるよ。あ、うん、あ、どうした。あ、ここで行けるのか。下に向かない。はい、あ、照準がこれか。魔物たちを倒す。なんか勝手に左行くんやけど、ピッチャーとかがいい。ババ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 バ
る。あそこ行きたいな。攻撃してきやがる。はい、よし、もうダークマン歩きやがるよ。いや、違う、うわ、ライネルが、うわ、ライネルがめっちゃある。怖っ。こんなのおったら絶対倒すようがないな。普通のリンクじゃ絶対倒せない。来るよ。
進めた。来年6月だ。これで氷の専門やろ。よし、倒した。倒したか。ビクトリー。一発できなかったな。よし、これで終了か。先の襲撃でわしらは薬剤への備えが足りんことを思い知らされたぞよ。ゾーラ族にとっても薬剤は決して人ごとではない。わしらもこのハイラルに生きる者として役目を果たさねばなるまい。ミファ、前へ。はい。そなたが神獣の繰り手となることを認めるぞよ。だが必ず無事に戻ってこい。やっとクリアした。はい、ドーラ族の姫ミファクリア。本当のクリア。おお、なんか出たぞ、いっぱい出たぞ。またやることがいっぱい増えたぞ。はい、ということで次はね、ゴロン族の豪傑ダルケルをやりますよ。それでは皆さん、次の動画をお楽しみに。おなさいなら。